はい、皆さんおはようございます東中野教会の牧師の浦上みちるです今日も一緒に、みんなと一緒にこの礼拝堂に帰ってくることができて本当に嬉しいです今日もお礼拝を始めていきましょうそう、あっという間に月日が流れて今日は3月の最初の日曜日となりました 皆さん元気に過ごしてますかそう3月は卒業式や、まあ、また卒園式やまた終業式があるそんな月でもありますみんなが一つ大きくなっていく大切なそんな時でもありますともに祈りをもってこの3月の礼拝も始めていきましょうそれではともに礼拝を始めましょう 私についていきたいものは自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいともに賛美歌を歌いましょう司法を持っているお友達は司法を子供賛美歌改訂版を持っているお友達は子供賛美歌を開いてください賛美歌の8番「みんなでたたえましょう」を一緒に歌いましょう。 神を冠を捧げましょう愛の神にではともに3月のリタニーを祈りましょう四方を開いてください皆さんはみんなと書いているところとあと 一緒にと書いているところを読んでください3月、えー、十字架の上でというお名前のついたリタニーですそれではともに3月のリタニーを祈りましょう3月のリタニー十字架の上でイエス様は祈られました神様彼らをお許しください 自分が何をしているのか知らないのです。イエス様を鞭打ち、十字架につけた敵のために、イエス様を見捨てた弟子たちのために、黙って見つめる私たちのために、十字架の上でイエス様は祈られました。神様、彼らをお許しください。 ではともにお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、今日も新しい朝をお与えくださり、ありがとうございます。あっという間に月日が流れ、3月の最初の日曜日となりました。この3月は、卒園式や卒業式、また就業式がある そんなな大切な時ですもうすぐみんな一つ大きくなります神様この時をしっかりと守ってくださいみんな一歩ずつ大きくなっていきます神様あなたのお守りを私たち一人一人の上に与えてください世界の平和を求めて祈り続けています神様 私たちのこの願いを聞き届けてくださいまたトルコとシリアで大きな地震がありました多くの方が亡くなっていますどうか一人一人の上にあなたの癒しを与えください私たちもみんなで祈りを深めまた支援の輪を広げていくことができますようにどうか導いてください全てをあなたに委ねますこのお祈りを イエス様のお名前を通してお捧げしますアーメン、はい、共に聖書を開きましょう今日も新約聖書ルカによる福音書です今日はルカによる福音書11章の14節から26節までですちょっと長いですねはいでは共に読みましょう ルカによる福音書11章14節から十二2 6節までルカによって記された「主イエス」キリスストの福音イエスは悪霊を追い出しておられたがそれは口を聞けなくする悪霊であった悪霊が出ていくと口の聞けない人がものを言い始めたので群衆は驚嘆したしかし中には あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものやイエスを試そうとして天からの印を求める者がいたしかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた内輪で争えばどんな国でも荒れ果て家は重なり合って倒れてしまうあなたたちは私が ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれどもサタンが内輪もめすればどうして国は成り立っていくだろうか私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すならあなたたちの仲間は何の力で追い出すのかだから彼ら自身があなたたちを裁くものとなるしかし私が神の指で 悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ているのだ強い人が武装して自分の屋敷を守っているときにはその持ち物は安全であるしかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つとたどみの無具をすべて奪い取り分取り品を分配する私に味方しない者は私に敵対し 私と一緒に集めないものは散らしている。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうつろいきうろつき休む場所を探すか見つからないそれで出てきた我が家にか戻ろうというそして戻ってみると家は掃除をして整えられていたそこで出かけて行き自分よりも悪い他の 七つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着くそうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる我らの主イエス・キリストの福音キリストに賛美さて 今日もルカによる福音書を通ししてて見てきました。先週もイエス様は悪霊の誘惑に勝っていくっていくう話でしたね。イエス様に「この足元に転がってる石をパンに変えたらどうだ」って悪霊が言ってきたそんな話を聞きました今日は口が聞けなくする悪霊に取り憑かれた人をイエス様が癒したそんなお話です どんんなことが書かかれてあったんでしょうか共に聖書を開きましょう聖書にはイエス様がなされた本当にいろいろな奇跡の物語が記されています今日もイエス様はいつもと同じように悪霊を追い出してこれまで口がきけなかった人の口を開いてお話ができるようにしてくださいましたもうここまでなら「 いつものわあ病気が治ったよかったたかねという奇跡物語で終わりなんですが今日はこの奇跡の出来事だけじゃなくてここから先の出来事が記されていますそうなんとこのイエス様の奇跡の出来事を見て文句を言ってきた人たちがいたんです彼らは言いました「あの男は悪霊の頭 ベルゼブルの力で悪魔を追い出しているそう悪魔の力で悪魔を追い出しているっていうんです今目の前に悪霊を追い出してもらって病気が治った人がいるのに周りにいた人たちはその人たちには目が向きません病気が治ってよかったね悪霊を追い出してもらってよかったねっていうんではなくて イエス様は病気を治した。僕たちももっとすごいことができるんだよ私たちも悪霊を追い出すことができるという自分たちの目が向いていたんです皆さんもお友達と同じようなことで、まあ、言い合いになってしまったということはないでしょうかここ本当は心の中でお,お友達を見て「ああすごいな」と思ってるのに なかなかそれを言えなくて「僕の方がもっとすごいことができるんだよ」って言ってしまうんですそして「僕の方が僕の方が」って言い合いになっちゃうんですねこの時この周りにいた人たちの中にも悪霊を追い出すことができる人はいたみたいですそんな人たちがイエス様よりも私たちの方がもっと偉い 違うイエス様は悪魔の力で追い出してるから私たちの方が偉いんだって言ってるんですイエス様はそんな人たちに対して「そうやって喧嘩ばっかりしてたら全ての関係が壊れてしまうよ」と語られましたイエス様のこの奇跡の技はサタンの力やあるいはベルゼブルの力ではなくて「 神様の指によってなされた神様の器です。イエス様は彼らに神の国はあなたたちのところに来ているのだと語られました。つまりイエス様の奇跡の技は神様によって病気が癒されたというこの神様とその人の関係だけじゃなくて 神様と私たちみんなのつながりになっていくそんな関係になるもんなんです私たちは今イエス様と共に連と四純節という時を歩んでいますこのイエス様の十字架の苦しみを思いながら自分の罪に向き合いたいと思いますそこのイエス様の十字架の出来事も十字架にかかったのはイエス様です だから神様とイエス様の関係と思うんですがそうじゃありませんイエス様の十字架の出来事は神様とイエス様だけじゃなくてそれを見つめている私たちみんなにつながってくるこの神様と私たちの関係で起こる出来事ですしっかりとイエス様の声に耳を傾けながらこれからも歩んでいきましょう それでともにお祈りをしましょう手を合わせて目を閉じて心の目を開きましょうお祈りをします神様今日も新しい朝をお与えくださりありがとうございます私たちはみんなあなたに名を呼ばれてここに集まりました神様あなたは私たち一人一人の名前を知っていて 呼んでくださいますそのあなたの愛に私たちも今気づかされていますどうか一人一人を恵みに注いでくださいそして豊かにこの地上にあってあなたの実りを目に見える形にすることができますようにどうか導いてくださいイエス様は 神様のその力を用いて多くの人たちを癒されました私たちもそのイエス様の後に従って歩んでいきますどうか私たちにもその奇跡の技を見せてくださいそしてその力によってこの地上に平和をもたらすことができますようにどうか導いてくださいすべてをあなたに委ねます この祈りを、イエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン、はい、感謝の献金を捧げましょう。 主なる神よアーメ雨共に神の栄光をたたえましょう、照英の25番。 失礼しました、えー、主の祈りですね <laughs> では共に主の祈りを祈りましょう主法を開いてください主の祈り天に増します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメンはいでは共に神の栄光を称えましょう荘エイの25番賛美歌の25番を共に歌いましょう oh イエス・キリストの恵み神の愛精霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますようにあメン はい、ありがとうございます。今日で、ねえー、これで今日の礼拝終わります。そう、毎日寒い日が続いてますね。まあ、ちょっとずつ3月に入ってあったかい日もちょっとずつ増えてくるかなと思います。そう、風邪をひかないように気をつけていきましょうね。それでは今日の礼拝これで終わります。ありがとうございました。ではまた来週の礼拝でお会いしましょう。